はい、よろしくお願いします。最近ですね、はるちゃんがいないところでの動画ばっかりだったんで、久々のはるえもん登場なんですけど、今回はダブルストロークですね。正直ちょっとダブルストロークに入った先生で、うまくいってもできるようになった方も何名もいらっしゃるし、過去にですね、改善できたことももちろん何度もあるんですが、新導入の方がですね、何人かちょっと詰まってしまった方がいらっしゃると思うんですけども、正直ですね、僕のちょっと進行ペースが早かったなと反省しています。もうちょっと確認をね、しっかりしつつ進めるべきだったなとレッスンノート見返しながら思ってるんですが、今回はというわけですね、ダブルストロークの根本中の根本のエクササイズをやろうと思います。福岡、佐賀、小倉南、そしてですね、オンラインレッスンで全国から、僕のレッスンは、ご受講いただくことができますので、ぜひ下記のですね、動画概要欄からホームページの方に飛んで行ってですね、見ていただければなと思います。はい、この宣伝を忘れてたんで、ひとまずこの宣伝をしたところでレッスン内容入りますが、ダブルストロークの根本というのはちょっと、2つ考え方があるんですね。ダブルストローク1個目が1回の振りで2回音を出すっていうのがダブルストロークですってやつですね。で、これのまず説明をしようと思うんですが、アームフィンガーって覚えておいてほしいですね。もう1個、そのアームフィンガーって覚えてほしいんですけど、アームっていうことは手なわけですけども、まず一撃目はですね、リストじゃないんですね。手全体で打ちます。腕を振り下ろす動きで打ってください。で、この時この状態を作ります。リバウンドストロークですね、リバウンド発生、この弾ませ、勝手に弾まし続けるんじゃなくて、この、親指と人差し指の間の溝にポコンとはめます。この状態です。で、僕たち中指、僕たちというか僕の生徒さんと僕は基本中指グリップしてます。人差し指グリップの方もいらっしゃいますけど、基本は中指グリップですね。人差し指グリップの方もでも同様です。ここにポコンと返してください。中指グリップの方がおそらくやりやすいです。ここに返します。はい、イメージはですね、チョップからの握手っていう感じですね。まずはチョップします。スポンと、ここにある頭を叩く、スバッと、そのままアチョっていきます。で、この状態を作ります。こっち側からのアングルもやってみましょうかね。この状態から引く、この状態からチョップ、このまっすぐの状態からチョップかまします。ここにある頭にチョップかまします。はい、で、チョップするときこうやってします。しないですよね。ポコンとやらないと頭かち割れませんから、ポーンとこうするわけです。はい、この状態を左右スクリーンしてます。これがまずファーストステーク、これが一撃目です。ダブルストローク一撃目、チョップ、アームですね。で、その次はフィンガー、握るだけで音出します。で、基本的にベーシックフォーストロークとかアクセントを打つ時の考えもそうですけども、ドラムっていうのはパワーで音量を出すんではなくて、ハイトコントロール、高さで音量を変えていくんですね。で、もっと言うならば高さでもあり、スティックの振り幅でもあるんですよね。振り幅が大きければ高さが高いのと同じ意味になりますよね。距離ですから、要は。というわけでパワーは上がります。しっかり返せばパワーは出ます。で、実際早く動かすときっていうのは、スピードも出てますから、こんなに返さなくても音量は出ます。今ここまで返してきてますよね。ここまで返さなくても半返しぐらいでも音量は出ます。音量は出ますね。なので心配しなくて大丈夫なんですが、ひとまずまず最初はですね、大きく返してしっかり握るというのをやってほしいんです。で、この時僕のちょっとですね、何名かの生徒さんで僕の確認が甘かったのが何かというと、ですね、手首がですね、ちょっと今僕はならなかったけど、こうやって返ってきてて、要はまだ溝にですね、完全に今返ってききれてないんです。この状態で止まっちゃってて、そのまま握ってるっていう癖がついてる生徒さんがですね、何人か出てしまったんですよね。これはちょっと見落としでした。正直大反省点なんですけど、まずはですね、完璧に動きを分離してください。もう体の動きを分離させるアイソレーションとかと一緒でですね、
これも動きを分離させてください。1発目はアームで叩いてます、2発目はフィンガーのみで叩いてます。この握り込む動きだけ叩いてます。でこの時握り込む時にこちら側のに、手のひら側ではなく手の甲側を意識して筋肉を作用させるというのがポイントなんですけども、もうそういうのよりもまず動きを分離させる。とにかく一番やっちゃいけないのはこの時に手首が戻ってくることです。手首がスティックについてきたらここまで絶対返りきれません。そしてリバウンド捉えきれてません。なので必ずこの状態からこの状態へ、この状態からこの状態、まずこれをですねきちっとできるようにしてください。これだけじゃ早くなりません、早くなりませんけど、まずはこれがきれいにできないと次に進めないです。これは必ずきれいにスポンとはめる、握る、チョップからの握手、チョップからの握手で、握手ですから相手の手を握りつぶすわけにはいけないですよね。ふわっとよろしくねっていいんです。チョップしたけどよろしくねっていうのを覚えてください。チョップしたけどよろしくねと。でもう一個ダブルストロークを早くしていた時もそうなんですけど、僕の手首注目してください。ゆっくりからでもそうです。手首こうやって使ってますかね。よくあるのがですね、ダブルの一撃目はですねこうやって返そうとする方です。今肘使わないで、もう僕は返せるんですけど、肘使わない手首だけでこう打って返してる感じになってますよね。これですね非常によろしくないです。早く動いた時にも良くないし、何よりこのですね何でも手首だけで処理しようとする癖はとても良くないです。手首を鍛えるのはもちろん大賛成なんですけども、手首ばっかり鍛えていると、手首って所詮、こんな小さな関節なんですね。とても可動域が広い優秀な関節ではあるんですけど、関節も小さいってことは、それに対する筋肉も小さいと。ここだけに負荷をかけたらそれは腱鞘炎になります。そして腱もいっぱいありますからね、腱っていうのは鍛えることができないので、すぐ痛めます。というわけであまりよろしくない。というわけでこのダブルストロークの練習の時も、そして他の練習の時もそうですけど、やはりですね腕もしっかり振ってあげるっていうのも少し意識すると重要です。今回のダブルストロークのファーストステップに関しては、必ずアームフィンガーです、リストじゃないです、全体で動かしてください。で2発目は指の握り込み、とにかくもうチョップ握手、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 まずこれができるようにしてください。手首は絶対にこんな風に返さない、手首は止めます、当たった後は止めます、チョップの状態にしたまま握ります。で必ず元の形に戻します。失敗例、フィンガーの失敗例はこうですね、握り込まないようにします。あくまでこのチョップで返した時に、きれいに返るためには視点がしっかりしてなきゃいけないですから、きれいな視点でしっかり返すようにしましょう。はい、いろいろこの時点でもコツはあるんです、この時点でもコツはあるんですけども、とにかくちょっとちょいコツなのでざっくり、覚えてほしいのは、チョップ握手、チョップ握手、アームフィンガー、アームフィンガー、まずはこの動きの時点でですね、120の速さで、8分音符が、120じゃないわ、100の速さで8分音符が打てるようにします。なんじゃこれ。1 and 2 and 3 and 4 and 1このぐらい大げさに返してください。もっと遅くても構わないです。とにかくこの動きの分離で等間隔で交互に打てるようにします。ダブルを1 and 2 and 3 and 4 and チョップ握手、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 アームフィンガー、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 返す握る、返す握る、という感じでやってみてください。これがまず、第1段階で、そしてこれと並行してもう1個やっていきたい練習があります。ダブルストロークっていうのは1回の、振りで2発動きを分離されて叩くというダブルもあります。そしてもう1個は2発弾ませるという考えもありますね。2回弾ませます、1回落として2回弾ませます。でこの考えによって、スピードも上がりやすくなっていくんですね。そして、交互打ちが非常にしやすくなったりもするわけです。で、今回やりたい練習はもう王道中の王道です。ちょっと待ってください。なんか通知が来てる。はい。
ですね、王道中の王道です。これです。おそらく見たことある方いっぱいいると思います。僕の生徒さん以外にも。まず最初、これ全部片手で行います。右手でタタ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 と繰り返すわけです。で、もちろん左手でもタカ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 ンタカンタカンタカンタンタンというのを繰り返します。どんな感じになるかひとまずちょっと僕がやっていますが、この時はですね、人差し指の付け根で押すリバウンドストロークを使ってみましょうか。はい、必ず自分の手で浮かすんじゃなくてリバウンドを使ってください。跳ね返ってくるようにしてこんな感じでします。 1E and a 2E and a C E and a 4E and a 1E and a 2E and a C E and a 4E and a ポイントは打ち込まないようにします。失敗例こうです。打ち込まないです。ずーっと全部フルストローク返します。タカン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 タンタン、マリ付けをするような感じで、そのままポン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 、もっと速くてもポン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 っていう感じします。で、余力がある人はフィンガリングでやってもいいです。スティックは打ち込まないです。フル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 、ずっとフルストローク。こっちでもずっとフルストローク。どっちでもずっとフルストロークしてます。これによって、リバウンドで2回弾ませるという感覚になれます。必ず16の連打、しっかりリバウンドが得られて跳ねてる、スティックがピンと張ってる。要はですね、こういう状態はダメです。こういう状態。スティックがしなってちょっと見えるの分かりますね。これリバウンド取れてないんで、ピーンと張ったしっかりしたリバウンドの状態から2回跳ねに突入していきます。で、このタカンタカンっていうのはタイミングが取りづらいという方は、まずはリバウンド、間違えた、カウンティングで練習してみます。1E and a 2E and a 3E and a 4E and a。のタイミングですね。で、このカウンティングがさらに難しいという方はここに書いてますが、タカンかけ4プラスタンタンと言います。タカン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 タンタンタカ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 ンタンタンという感じです。タカン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 タンタンタカ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 ンタンタンっていうのを練習します。この、動き分離、1回の振りで2回音を出すというダブルのコンセプト1つ、2回弾ませるということで2回のリバウンドを使ってダブルを打つというこの 2つ目のコンセプトですね。ちょっと今うまく説明がいかなかったけど、要はこの2つのダブルのアプローチをですね、きちんとできるようにしてください。で、ダブルストロークオープンロールが早くできて知るようになりたいという気持ちは非常によくわかる。そしてそれができるようになりたいですというのを公約させるのが我々の、要はミッションコンプリートなわけですから、仕事のですね、なので私としても早くできるようにしたいかといって焦ると、いろんなちょっと問題が起きてまた戻らなくてはなってしまったり、無駄な時間が費やされてしまうわけですね。それを、他の部分でもそうですけども、なくすために教習項目かなり整理しました、今回。今年の大テーマはそこですね、はるちゃん。重要な時に出てくるはるちゃんなんですけど、とにかくかなり整理しました。やりたいことがあるのはもう非常に結構、もちろんそれがないというのがですね、一番よろしくないので、やりたいことがあるのはもう大いに結構なんですけども、そこに至るまでの過程をですね、整理するというのもかなり我々の仕事かなと思いますので、もういろんなバークリーであるとかですね、その他のメソッドも読み漁ってすごいきちっと構築してみました。ちょっと新しいやり方にレッスン変わります。それちょっとですね、試してみまして、皆さんの成長がですね、よりスムーズなものになっていけばいいかなと思います。というわけでダブルはまずこの2つ、動き分離とリバウンドをかなり綺麗に取れるようにするというこの2つをですね、練習していってください。このこっちの方に関しては形綺麗にやっていくので、あまりテンポボッコンボッコン上げない方がいいと思います。形重視やってください。テンポ
歩はガンガン上げないでください。むしろ僕が上げましょうって言うまで上げなくても結構だと思います。ただ後半のリバウンドの方に関しては自分のシングルストロークが続く限りどん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 テンポ上げていって構わないと思います。ただポイントはリバウンドで叩いてください。自分で叩かない、リバウンドを使ってください。リバウンドストロークで叩きます。自分のリストとかじゃなくてリバウンドストロークで叩きます。フィンガーショットでもリバウンドストロークで叩きます。これがポイントになってきますね。はい、というわけでダブルストローク、まずはここからですね。本当にまずはここから、もっと言うとまずは別のテクニックからやった方がいいかもしれないです。ですがダブルに関してはまずはここからでございます。というわけでお疲れ様でございました。